ハンガリー、バーチキシュ君ケツルの軍事史博物館公園に展示されているミーグ -21 フィッシュベッド翼下の R-3。R-3 はソビエト連邦の空対空ミサイル。開発名称は K-1-3、またはオブイエクト300。NATO コードネームは AA-2 アトール。 AIM-9B サイドワインダーのリバースエンジニアリングによって開発されたミサイルと考えられており、ルーマニアの A-91 と中国の PL-2 はこのミサイルのライセンス生産品である。金門砲戦の最中の1958年9月24日、台湾空軍の海 -86 セーバーが発射した AIM-9B サイドワインダーが 中国人民解放軍空軍のミグ -17 フレスコに命中した。このミサイルは不発であったことから中国人民解放軍空軍によって回収されソビエト連邦へ送られた。後にビーンペルの主任技術者であったゲンナジーアレクサンドロビッチ・ソコロフスキーはサイドワインダーはミサイル製造技術の大学であり機械工学教育を向上させるとともに 我々の新型ミサイル開発へのアプローチを更新したと述べている。2年後には初期型である R-3 の生産が開始され、1962年には量産型である R-3S の生産が開始された。同年、ミグ -21 フィッシュベッドとともに中国に優勝供与され、PL-2 の開発へ続いている。また、 1961年より開発が開始されたセミアクティブ式ミサイルは R-3R として1966年に実用化された。ビーンペル設計局は1960年代以末より性能向上型 K-13M の開発に着手し1973年に R-13M として正式化された。さらに、 最終型となる運動性向上型の R-13M1 が開発された。これらに対しては、アドバンスドアトールという NATO コードネームが割り当てられている。北ベトナムのミグ -21 フィッシュベッドによって使用された。北ベトナム空軍は一撃離脱戦法を取っていたため、戦車の後離脱している。中東では、第三次中東戦争及び消耗戦争、 第四次中東戦争、デワノン侵攻において、アラブ諸国の空軍が使用したが、優勢なイスラエル空軍の前に、十分な戦果は得られなかった。アラブ諸国が十分な戦果を上げられなかったのは、未熟なパイロットが最小有効射程を割り込んで使用したためとも、考えられている。一方、イスラエルでは、第三次中東戦争で露覚した、R、R-3S を評価したところ、 自国製のシャフリル1よりも優秀な性能であったため、1967年12月からミラージュ 3CJ に装備し、以後の実戦で使用されている。R-13 とされる場合もあるが、これは派生型である R-13M などとの混同によるものであり、R-13 自体はグラオー名称 4K50、NATO コードネーム SSN-4 となる。 SLBM の正式名称である24日は、最初の実戦投入であり、不発艦となったのは28日とする説もある。戦果がなかったわけではなく、ミラージュ 3CJ、カイイマナス4 A-4E マイナス、ネシェルなどの撃墜は確認されている。ハット a b c f a s o r g ハット、サイノディフェンス空軍世界、エア王、ノーのスベトナム、タイムライン、ハットエジプシャニアーズ エアービクトリーズシンス1948シリアンエア 2, Air Since 1948, ー2エアービクトリーズシンス1948色2シュロモイスライリーミラージュネシャーエーセズオスプレイパブリッシング P47ISBN9 兆7818億4176万6539億6079万26612004196 816、ISBN5 から 710784184? ありがとうございます。